昔々あるところに雪山で修行している接戦童子というものがおりました。接戦童子はそれはそれは熱心に修行をしていたんです。それをそっと見ていた帝釈天がこのように思います。ふむふむ、なるほど、こやつは実によく修行しておるな。こうやって修行して本当に仏が世の中に出てくれば多くのものを救っていけるのじゃが、さてさてこやつはどうじゃろうかの。どんなに修行しててもちょっと難儀なことが身に起きてくると、そんな求道心なんてすぐどこかに行ってしまって結局元に戻ってしまう。それはまるで水に映る月のように、水が動けばその波と同じようにゆらゆら己も揺れ動かされてしまう。たとえいくら鎧で身を武装していたとしても、いざ敵陣を攻めに行けば恐怖で逃げ出してしまうようなものだ。今どんなに決意して心静かに一人で修行していても、果たしてこの真実の悟りの道に本当に耐えることができるか、これはわからない。車は、うん、ちょっと待って、長いんです話が、うん、もうちょっとだからちょっと待っててよ。接戦童子全然出てこないぜ。わかったから。車というのは車輪が2つあるからこそ用立つもの。なるほど。鳥は2つの翼があるから飛ぶことができる。うん、まあね。うん。だから修行もどんなに厳しい戒律を自分に課していても、そこに本当の知恵が入っていなければ悟りに至ることはできないのだ。うん、なるほど。いいこと言うね。魚は、まだ言うの？ちょっと待っててば。もうしょうがねえな。魚はたくさんの子、卵を持ってはいるが、そこから魚になれるものはとても少ない。花は多く咲くけれども、実を結ぶのは少ない。同じように、道を求める心を起こすものが多くても、仏になるものは本当にこれ、稀なのだよ。だから、こやつの志とて、試してみないと分かりかねぬというものだ。まだ言うの？もういいや。よし、こやつを試してみよう。諸行無常、是生滅法。あ、なんだ？なんか今、すんごい話を聞いたような気がする。どなたですか？今すんごい方の半分を解いたのは、誰ですか？が、いやいやいや、こいつじゃねえだろ。一体誰なんだろう？が、なんか、すんごい話だったな。が、でもまだ半分しか聞けてない。ああ、なんということか。残りの話をどうしても聞きたいな。が、これはまるで、やっと見えた半分の月で少しずつ花を咲かせるレンゲの花のようだ。が、ごめんなさい、なんて？だから、やっと半分だけこう見えてきた月にさ、こうやって照らされて、今少しずつさ、レンゲの花を咲かせてるような感じだな、みたいなこと言ったの。真実の方を半分やっと聞けて、あともうちょっとで悟れるのにな、っていう感じかな。なるほどね。ああ、今ここにはすんげえ怖そうな鬼しかいないな。が、まさかこの鬼が？が、まさか、そんなはずはない。火の中でレンゲは咲かないではないか。ん？なんて？あ、だから、火の中でレンゲの花は咲かないよって。何の花も別に咲かないと思うけど。まあ、いいの。いいの。んで、火の光に照らされている中から霊水が出ることはない。なんていいの？うさぎさん、うさぎさんじゃない、お兄さん、あなた。わしか？お兄さん、ですね、ちょっとお尋ねしますけんども。ふうふうふう。確かにわしは鬼じゃが、お前はわしのこと怖くはないのか？まあ、
ね、そんなことよりも僕は知りたいんです。あのですね、お兄さん、なんだね小僧。小僧って、あのですね、接戦童子っていうからといって雪の山で遊んでたそこら辺の小僧っていう意味じゃねえんです。こっちとら今むっちゃ修行しているんです。わかります？なんだね小僧この野郎。あのですね、お兄さん、今すんごいことあなたつぶやいたと思うんですけども、つぶやいてはおらぬ。いやいや、つぶやいてました。つぶやいてはおらぬ。いや、つぶやいてたんです。つぶやいてたんです。つぶやいてはおらぬね、うん、今ね、ほら、僕とお兄さんしか今ここにいないね。で、半分今聞いたんですけども、一体何のことだね小僧。わしはお腹が空いておるだけじゃよ。あのですね、お兄さん、あのですね、なんか途中まで絶対あなたつぶやいてたと思うんです。んでなんか途中でなんか終わってて、うん、私修行してんですけど、うん、なんか今ね、あのこう隠しにつくような、なんかすんごいことを言ってたんです。うん、なんちゅうんですか、如意宝珠のこの半分を手にしたかのようにですね。如意宝珠とはなんじゃ。うん、ドラゴンボールって知ってます？ほら、つかもうぜ、ヘイ、ドラゴンボール、ヘイ、必要な時に必要なもの出せる玉、追いかける、は、如意宝珠、は、そんな玉を半分得たよな。だから後半を知りたいんだ。そうさ、今こそ、は、教えてよ。いやだ。なんで？わしは今、お腹が空きすぎて、そんなことを言う力もないのじゃ。え、じゃあ、なんか食べるもんがあったら、その話解いてもいいよってことですか？ふうふうふう。え、笑った。なんで？お前、わしが何を食べるのか知っとんのか？どんぐり？なんでや？わしがどんぐり食ってんの見たことあるんか？いや、知らんけども。どんぐりではない。何を食べるかなんて、ふうふうふう。お主にとっても、聞かぬ方が良いのだよ。いやー、でもやっぱり僕はその話、どうしても最後まで聞きたいんです。ですから、試しに何を食べたいのか言ってみてくださいよ。人じゃ。へぇ。お前、人じゃろ？え？いや、お前、今、接戦童子。あ、僕、接戦童子だった。あ、人なの？なかなか人を仕留めることができぬので、お腹がペコペコで、そんな法を解くことなど、今はできぬ。マジかぁ。本当に話してくれますか？話してくれるんだったら、僕を食べます？なぬ？お前食べられてもいいのか？そんな約束本当に鬼としちゃってもいいのか？そうね。どうせさ、僕はさ、寿命が尽きてしまえば、まあ、そこら辺でくたばってさ、どっちみち獣かなんかに食われてしまう。その時に食われたからって何の報いがあるってわけでも、その時にはもうない。今僕がずーっと修行して探し求めてたもの、これを半分やっと聞けて、残りの半分をもうちょっとで手にすることができるんだ。嘘をつくはずがないじゃないか。本当にそれでいいんだな。うん、もちろんさ。そうか。それでは解いて信ぜよう。消滅滅地、弱滅イラク。え？いやいやいや、そこは A じゃないの、接戦童子さん。うん。ごめん、なんて？もう一回言って。OK？ はい。消滅滅地、弱滅イラク。え？だから、えじゃねえっつってんの。どういうことよ。だから、前半、諸行無常、是消滅法、じゃん？なんちゅうの、この、すべてのものは同じ状態に留まってるっていうことはない。オッケー。そういう消滅の法の中に、私たちは存在してんだよ、的な。オッケー。で、後半は、まあ、消滅、滅地、弱滅、イラク、つって言って、だからこそそういう生とか、滅とか、っていうところを超えた境界の中に安楽があると。それを求めていくべきだよ、的な。へぇ。いやいやいや、それだけっていう顔しないの。今、あなた、接戦童子さんでしょ？あ、そうか。俺、接戦童子。おぉ、なんと嬉しや。深くこれを心に留めておこうぞ。なんと喜ばしいことだ。
あ、でも僕が今分かったとて、このまま誰にも解くことなく死んでしまえば、誰もこの真実の方を手にすることができないではないか。なんとしたことだ。お兄さん、ちょっと待っててね。カキカキカキ。カキカキカキ。あ、カキカキカキと。うん。よし、大丈夫だろうか。後から来た者が、この言葉をちゃんと手にできるであろうか。どうかどうか、後から来る者よ。この言葉を必ず、必ず見つけるんだよ。はい。じゃあ、お兄さん、口開いてて。あー。では参ります。とう。はい。チラチラチラリ。じゃじゃーん。帝釈天。え？なに？どうも、帝釈天でございます。わーお。ああ、よきかなよきかな。あなたは素晴らしいね。あなたこそ多くの衆生を救い、無明の闇に大砲の松明を灯す真の菩薩です。素晴らしい。あなたを試してしまって本当にすまなかった。ただただ私はこの仏の説く法を愛すればこそ、この私の罪をどうか許してはくれまいか。そして生まれ変わったらこの私を救ってほしい。はい。で、説話では昔こういう風に法を求めた接戦道寺というのが今の釈尊なんですよ、というやつ。ま、これが接戦道寺の話なんでございます。へぇー。はい。この説話で私の中でなるほどなと思ったポイントはいくつかあって。うん。まず、そもそも接戦道寺は法を求めてずっと真剣に修行していたわけです。でもどんなに山にこもって熱心にやってても、それではたどり着くことができなかった。正しき道、正しき法に巡り合うことが大事になるわけです。でも真剣に法を求めていたからこそ、この一瞬の法の声を見逃さなかった。直感で、あ、これだって感じることができたんだと思うんです。だから、どう自分は生きるべきなのか。とか、自分の人生に悩み模索し続けている人が法に出会うと、接戦道寺のように、あ、これだってピンとくる、命に入ってくる速度が速いんだなと。だからこそ法を知る者は法の声を出し続ける必要があるんだなと、この物語を見て感じましたね。まあ確かに。あと、法を説いた主、この物語ではすごい形相の鬼として出てきます。まさしく法を説くような見かけをしていなかったわけです。それでも尋ねていく。外見で判断せずに中身で判断しているところが、接戦道寺が法にたどり着くことができた最大の要因なのではないかと思うのです。うん、確かにそうだね。また、仏法を求める心が本物なのかどうか。接戦道寺が試されたのはそこなんですが、法のためなら命も捨てるみたいな例え話は、命を惜しまないで懸命にやる姿を表現しているにしても、命の方を軽視しているようで、今の人たちにはなかなか感覚として入ってきにくいわけですが、自分の信心がどれだけのものなのか、自分の人生で試される時というのは、別に鬼に食われる状況じゃなくても実はあって、例えば自分が重い病気にかかった、もう助からないかもしれない、仕事が突然なくなった。家族を路頭に迷わせてしまうかもしれない。友達から無視されている。毎日が本当に辛い。自分にとって本当に辛いものと引き換えに、絶対にこの信仰は間違いないという確信を得ていったりします。まあ、確かに試されてんなーって思うことは多いね。うん。僕がこの接戦道寺の話でいいなぁと思ったところは、自分がどんな状況下になったとしても、この自分が知り得たこの法を、こう後の人のために最後の最後までなんとかなんとか伝えようとする姿かな。うん。接戦道寺のこの自分も法を求め、そしてこれからの人のためにその法を伝えようとする、この実践の姿こそとても大事な点だと思うんだ。だって鬼に食われようが食われなかろうが、この時点でもうとっくに菩薩だからね。うん。法自体はとっても深いものなんだけれども、深ければ深いほど実はとってもシンプルで簡潔なんだ。だから実践の中にこの法を見ていく以外にない。それを実践する人の数だけ法の深さが証明されていくっていうことだな。うん。法は実践ありきなんだっていうことを教えてくれる説話なんだとも言えるね。
はい、ということで今回の説話は接戦道寺でした。ご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。それでは皆さん、素晴らしき人生を英語でそうかでした。またね。